高島のりは、大阪府出身の卓球選手。全日本卓球選手権、大会1972年度、1978年度、1979年度の3回、男子シングルスで優勝している。なお、カット主戦型で全日本を3度以上制しているのは、松下浩二と2人だけで、ミスターカットマンと称されている。また、 1975年の世界卓球選手権では、男子シングルスでミ位入賞、団体でも4回にわたって、銅メダル獲得メンバーとなった。第一戦を退いた後も、指導者として、日本代表男子監督を務めたり、松下浩二をはじめとして、多くのカット主戦型の選手の指導、助言に当たっている。特に、2001年世界卓球選手権、大阪大会で、 女子ダブルスで3位に入賞した、武田明子、川越眉組を世界レベルにのし上げたり、2006年、全日本卓球選手権東京都予選で予選落ちを、経験した、佐藤元子をわずか5ヶ月で、女子シングルスでベスト8まで勝ち進めさせたりと、功績は大きい。現在は、母校の近畿大学で健康スポーツ、教育センター教授を務める。 高島の日本卓球界における大きな功績として自身が提唱した肩甲骨打法や楕円打法、それらの打法を発展させた八のあざ打法等の打法が挙げられる。これらの打法は卓球において合理的な打球スイングを可能にした打法であり、現在の日本の卓球界ではデファクトスタンダードとなっている。ありがとうございます。